ときめきメモリアルガールズサイド3、嵐さん親友ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は嵐さんとね、ついに親友になりまして、初めてのデートに行ってきたところですね。で、今月、そうだそうだ、ギチギチなんですよ。お買い物にも行かないといけないし、ニーナとデートもしたいから、ちょっとね、忙しいんですけれども。テストの結果が張り出されてるみたい、見に行ってみようと。おう、1位からはちょっと転落したね、さすがに。いい順位、まあこれぐらいでいいよね。おお、いい位置、俺と同じくらい。あ、ニーナくん同じくらいだったの？そう。あー、なんか親近感。なあ、勉強以外でもっと近づきになっちゃう？え？ふん。そっちの分野はまだまだ俺の勝ち。どうかしら。びっくりした。でも頑張ってよかった。すぐに勝てなくなるわよ。で、どうしようかな。あ、そう、ここはちょっとお買い物、ファッションチェックをね、受けたいので、まあ、あの外出イベントとちょっと差し替えちゃうんですけど、裏でね、ちょっとファッションチェックを受けたいので、ね、じゃあ、ちょっとカットしちゃいますが、今日はお買い物に行ってね、外出イベントの方を、まあ、実際はちょっとファッションチェックを受けに行くんですけど、外出イベントの方をね、見たいと思います。そろそろ帰ろうかな。あ、あそこにいるのは藤山くん。藤谷、チョリソー。突然チョリソー。え？買い物か？がっちり楽しんじゃったみたいな。がっちり。うん。駅前にうまいドーナツ屋があんだけど、そこの新作がガチパレード。ニーナくん、もしかしてニーナくんの仕業？俺の仕業っていうか、嵐さんのアクロバティックな覚え間違いっていうか、てかどうすりゃチョリソーとかパレード。鮮やかすぎ。あー、まいった、嵐さんマジパネーわ。あ、いで。すんません、笑いすぎました。おう、それよりどこが間違ってたか教えろ。そこが大事なんだね、結構。え、間違ったまま覚えてたってしょうがねえだろ。今日の一連の流れマスターするまで解散はなし。おーす。よし、ドーナツ屋でガチパレードな新作食いながらやるぞ。お前も行くか？ううん、遠慮しとこうかな。そっか、じゃあな、行くぞニーナ。おーす。どんなことにも手を抜かない、さすが藤山くん。でも本当は何て言ってるつもりだったんだろう、気になる。あれだな、今週は多分小悪魔イベントの週ですね。
はちょっと別撮りにするんですけど、にしても結構厳しいですね、今回。いろいろちょっと都合が悪くて。やっと来た。頼む、そろそろ頼む。ニーナくん、ねえ、お茶して帰らない？あー、残念なお知らせ。俺用事があんの。また別の日に声かけてよ。じゃ、お疲れ。仕方ない、一人で帰ろう。よかった。もう藤谷、宿題移させて、数学の。ダメ、自分でやることに意義がある。ボス、でもそこをなんとか。どうして？普段はやってなくてもあまり慌てないのに。当てられそうな気がすんだよな、なんとなく。じゃあ一緒に解こうよ、それなら付き合ってあげる。マジで？じゃあ頼む。見事に当てられたね。だな、助かった。どうもな。どういたしまして。でも次からは ちゃんと自分で神どういたしまして。でも次からはちゃんと家で自分でやること、いい？おす。あ、なあ、ついでに英語の。こらこらこらって言っちゃった。合ってんのかなこれ。おす、自分でやるっす。よろしい。ついね、コラーって言っちゃう。コラーとかなのかもしれないんだけど、本当は。あ、ニーナくんだ。コラ、ごめんなさい。で、どうして叱られてんの俺。叱られるようなことしたからそれ運んでるんでしょ。すごい量のプリントだね。まあ、てかあんたといい、ヒムロッチといい、なんなのその鋭さ。お姉さん暇？ううん、全然。頑張ってね。冷てえの。お願い手伝って。いや、手伝ってください。あー疲れた。あんがとう、超助かった。それだけ？ いえ、まさか。優しいお姉さん、俺とパックジュースで甘いひとときを過ごさない？もちろんご馳走するんで。いいよ、付き合ってあげる。決まり。じゃあゴー。消えてった。じゃあ今日は、あ、もう明日バイトニーナないから誘っちゃおうかな。明日デートしちゃおっか。普段ならね、海行くんだけど、ちょっとあの海でのイベントを出したくないから、プールでいいかな、日焼けしちゃうしね。もしもし、ニーナくんです。藤谷です。なに、デートのお誘い？ね、7月19日に温水プールへ泳ぎに行かない？お誘いありがとうございます。謹んでお受けいたします。
じゃあ7月19日に公園入り口でいい？了解。ああ、なかったら携帯に連絡して。俺もそうするから。んじゃ。よかった。早く7月19日が来ないかな。ということで、もういきなり7月19日なのでね。じゃあ、ニーナとプールデートに行ってきたいと思います。これもなかなか差があるよね。アラスさんの色気ゼロと、このなかなか攻めてる水着。あ、ニーナくんも起きてる。待ったよね、ごめんね。お、それかわいい。もう一回言ってくれたら移動。もう、ニーナくん冗談だって。よし、テンションマックス。早く入ろう。ヒュー、超ヤバくね。え？あんただよ、その水着姿。俺を脳殺するつもり？そんなことそんな顔して照れんなって。かわいいなあ。もうニーナくん、この水着気に入ってくれたみたい。なあ、あんたって泳げる方？もちろん。本当は泳げないけどね。水泳なら任せてよ。お、すげえ、競泳用プール行っても通用しそう。やったね、バッチリ好印象。帰ってから今日のこと思い出して一人でニヤニヤしそう。てか絶対する。俺送ってこうか。あんた危なっかしいし。家まで送ってくれてありがとう。どういたしまして。じゃあね。ニーナ君に送ってもらっちゃった。よし、ちょっと勉強しよう。勉強。で、今日はじゃあ花火大会の前の日曜だよね、これね。今日はね、花火大会に進みたいと思います。もしもし、ニーナくんです。藤谷です。なに、デートのお誘い？ね、8月1日の花火大会に行かない？お誘いありがとうございます。慎んでお受けいたします。じゃあ8月1日に羽ばたき駅でいい？了解。ああ、なかったら携帯に連絡して。俺もそうするから。んじゃ。よかった。早く8月1日が来ないかな。じゃあ
今日はね、ニーナと、花火大会の方に行ってきたいと思います。ちなみに今月はね、ちょっと嵐さんとはデートはしない予定でいます。あ、ニーナくんも起きてる。待ったよね、ごめんね。お、それかわいい。もう一回言ってくれたら移動。もう、ニーナくん、冗談だって。すっげーかわいいじゃん、浴衣。ほんと？ほんとのほんと。うわー、超嬉しいかも。ニーナくん、すごく気に入ってくれたみたい。俺からあんまり離れんなよ。おみ足が眩しすぎて変な虫が寄ってきそうだからさ。ごめん、今ちょっと浴衣どうしようか迷ったけど、変な虫は浴衣についてるわね。蜘蛛の巣に引っかかりそうになってるけどね。花火が上がるまでまだ時間があるな。縁日でちょっと遊ぼっか。うん。しおりさん、こっち。ごめんね、いっぱい出店があるから目移りしちゃって。あんたってほんと目が離せねえよな、いろんな意味で。いろんなって？うん。で、何が食べたいって？あ、任した。早く決めねえと花火始まっちゃうから。俺、焼きもろこし。あ、私も。さっきの特大花火、マジすごかった。どれだっけな、普通にこれかな。綺麗だな。夏の代名詞みたいなもんだもんな。見に来てよかった。やったね、バッチリ好印象。帰ってから今日のこと思い出して一人でニヤニヤしそう。送ってこうか。 あんた危なっかしいし。家まで送ってくれてありがとう。どういたしまして。じゃあね。ニーナ君に送ってもらっちゃった。バイトって疲れるな。しっ、そういうこと表で口にしちゃダメ。あ、ごめん。お客さんが不快になるような言動は絶対 NG。 サービス業ってやつだからさ。怒られちゃった、気をつけなきゃ。あとね、定番のね、遊園地デートをしたいんだけど、
から。あ、まあどっちも同士だな。なんかどこでもって感じなので、さっさと行っちゃおうかな。もしもし、ニーナくんです。フリタニです。なに、デートのお誘い？ね、8月22日に遊園地へ遊びに行かない？お誘いありがとうございます。慎んでお受けいたします。じゃあ8月22日にバス停でいい？了解。ああ、なかったら携帯に連絡して。俺もそうするから。うん、じゃあ。よかった、早く8月22日が来ないかな。今日はね、ニーナと、ずっとニーナとデートしてますけど、今日は、遊園地デートにね、行ってきたいと思います。ニーナくんまだ来てないみたい。ごめんな、待ったよな。うん、今来たところだよ。あんたのそういう優しいとこ好きだな。うん、マジで見習おう俺。マジパネ、破壊力ありすぎだろそれ。そうやってとぼけちゃって、どんだけ俺を誘惑するつもり？ニーナくん、こういうコーディネートがすごく好きみたい。チェック早いじゃん。なんだ、ごめんチェックしてなかったけど。あ、キャミね、そうだね、夏場の流行りだったからね。あ、このキャミソールのこと？そう。へえ、着こなすの難しそうって思ってたけど、やるなあんた。ニーナ君に褒められちゃった。フリルキャミ重ね着っていう恐ろしい着こなし。さてどうしよっか。じゃ今日はね、メリーゴーランドしようかな。メリーゴーランド乗りたい。オッケー、おとぎの国へ行きますか。お手をどうぞ、お姫様。なんちゃって。メリーゴーランドっていいよね、何気に。姫様気分。では今宵のエスコートは私めが。オッケー。うん、いい感じだよね。
この後のナイトパレード見るでしょ。うん、見たいな。やった、早くしねえといい場所取れねえから行こう。ナイスタイミング、こっち見やすいぜ。まあこれでしょう。まあ綺麗。あんたも負けてない。なんかさ、笑顔がキラキラしてるっつうか、女の子だよな。やったね、バッチリ好印象。帰ってから今日のこと思い出して一人でニヤニヤしそう。てか絶対する。俺送ってこうか。あんた危なっかしいし。家まで送ってくれてありがとう。どういたしまして。じゃあね。ニーナ君に送ってもらっちゃった。ちょっと一回ぐらい今回嵐さんともデートしたんだけど、いけるかな。よし、じゃあ今日嵐さん誘うか。もしもし。あ、藤山くん、藤谷だけど。いや、どうした。これ今回イベホ行こうと思ってんだけど、これがクラシックだっけな。なんかどっかでそうクラシックをね見に行こうと思ってるんですけど、これだったかな。9月5日にイベントホールに行かない？いいぞ。あれだろ、練習。役に立つかはわかんねえけど。じゃあ9月5日に羽ばたき駅で待ってるね。わかった。じゃあ当日な。やった、早く9月5日が来ないかな。これは嵐さんのイベントか。じゃあちょっとデートまでやると長いかな、さすがに。そろそろ帰ろうかな。ん？藤山くんだ。あんなところで何してるんだろう。藤山くん。ん？どうした？藤山くんこそどうしたの？こんなところでぼーっとして。進路指導を受けてた。え、もう？あ、柔道部のある大学を探すのが大変とか？藤山くん？もしかすっと続けらんねえかも、柔道。え、どうして？親が考えてる学校に柔道部ねえんだ。反対されてるの？ここで部作って続けてることも知らねえと思う。この先も隠し通すのか、ちゃんと説得すんのか、そのあたり相談に乗ってもらってた。そんな。悪い、こんな話。帰るとこだったんだろ。俺は一汗流してから帰る。じゃあな、帰り道気ぃつけろよ。藤山くん、
今週はバッチリ頑張ったよね。あんたのセンス最高。なあ、今度一緒に買い物行こうぜ。やったね。どうだ。ちょっとそろそろ。ニーナくん。ねえ、お茶して帰らない？ああ、残念なお知らせ。俺用事があんの。また別の日に声かけてよ。じゃ、お疲れ。仕方ない、まっすぐ帰ろうっと。ちょっと断られたのにこんなに嬉しいなんて。来た、嵐さん来たか。おっす。来た。待ってた、ずっと。あ、藤山くん、私嫌われちゃったかも。なんでそう思う？だってそんな調子じゃダメだ。お前らしくねえし、いつもの調子で行けよ。湿っぽいお前は俺も嫌だ。うん、頑張る。ありがとう、藤山くん。あ、じゃあちょっと今週ね、あの月光も入れたので、いやいやちょっとなかなかね、あの忙しい1週間でちょっと時間が押してしまっているので、久しぶりのね、嵐さんとのデート前なんですが、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。